天間基地の移設先とされる名護市辺野古沖の軟弱地盤の改良工事をめぐり、工事計画を承認しない県に対し、国が承認を迫った是正の指示が違法かどうか争われた裁判で、来月、最高裁で県の敗訴が確定する見通しです。敗訴の見通しを受け、今後の対応について問われた玉吉氏は、明言を避けましたが、工事を不承認とした県の判断は 正しいものだと強調しましまた我々の主張は、やはりしっかりとその技術的にも、それから法律的にも判断は正しいものであるということを主張してまいりたいというように思います県の敗訴が確定した場合、県は国の指示に従い、工事の計画を承認する義務が生じるため、 移設措置を公約に掲げて当選した玉城知事の今後の対応に注目が集まります。